試合を振り返っていかがですか。やっぱり前半で攻めたところでやっぱ点を取れてなかったのが、先に相手に取られてしまったことが、まあ、敗因かなと思いますし、まあ、後半もチャンスがあった中で、まあ、決めきれなかったっていう決定力不足だっていうのはすごい、感じました。次節への意気込みをお願いいたします。次節、ホームに帰って、東部地域の皆様 と、また戦えるのでしっかり東部地域の皆様と一緒に、勝利したいと思います。ありがとうございました。